色とりどりの反物が川にかかっていますね。ここがどこだかわかりますか？実は現在の新宿区なのです。新宿といえば超高層ビル群や繁華街のイメージが強調されがちですが、一方には伝統的な地場産業である染色業が今も脈々と受け継がれています。神田川、妙正寺川流域のきれいな水に恵まれた落合中井地域は、昭和30年代まで染め物の町としてにぎわい、京都、金沢に並ぶ三大産地として知られていました。染めの小道は落合中井を染めの町として再び発信し、地域が大切にしてきた価値や環境を体験していただき、地元の活性化につなげることを目的とする住民主体のイベントです。落合中井が染めの町ですので、新宿の地場産業として認められています。我々染色業者もですね、まだまだこの地域にですね100件近くの工房なり個人で仕事をしている人がいますので、こんな形で新宿にもですね染色の町があるってことを全国の方に知っていただきたいと思っております。こちらなんですけれども、妙正寺川のところに約300メートル反物をこう飾ってます。もともとはこの川でですね水元っていう作業をしてたんですけれども、それを思わせる風景として、川の上に反物をこのように、かけております。Oh yes, oh, 日本的 Yeah, sure. It's fabulous. 5年間、毎年 Great. 着物 and dye thing. とても興味があります。興味がある。また一反の白い布地を地域のお祭りや小学校の授業の一環で染めた百人染めも川のギャラリーに彩りを添えています。地元をはじめ各地の染色作家が制作したのれんを商店街に飾った道のギャラリー。お店に合わせた創意工夫を盛り込んだのれんが軒先をにぎわせています。道のギャラリーの一部には、染め物に興味のある方に広く参加を募って染め上げた100人のれんも展示。みんなで染めた花や鳥が中井の街を飛び回ります。はい、もうこのイベント大好きで、街が美術家のようになるじゃないですか。見てて美しいなと思いますし、こういう文化の中で育ってよかったなと思いました。繊細な文様の江戸小紋やエキゾチックな江戸更紗の工房として知られる染めの里双葉園、美しい反物の森の先には思い思いの色で染めを楽しめる体験コーナーがあります。いやもう毎回僕ら来てるんで、年に1回というのは少なすぎるかもしれない。落合第二小学校ではこうした新宿の染めを広く紹介する染めの王国新宿展を開催。精緻な技法を使った作品展示や伝統工芸士による実演は、染めの王国新宿の魅力を十分に伝えるものでした。型染め体験、絞り染め体験も好評を博していました。おーすごい、これこっちも、ね、ここまで、はい、大きくやってるっていうのも知らなかったので、来てみて初めて知って、もっとね、いろいろ調べたくなりました。はい。
我々も、もう少し皆さんに知っていただきたいという思いもありますので、できれば通年化をしてですね、いつ来ても落合中井は染めの町だということが分かってもらえるような、イベントなりをですね、今後、1年に1回ではなく2回3回と増やしていきたいと思っております。染めの小道2016、晴天に恵まれ過去最高の1万5000人を超える方々が中井の町に足を運び、東京の染めの歴史の中で中心的な役割を果たす新宿の染めを楽しんでいました。落合中井を染めの町として日本や世界に発信していくためにも、住民主体のイベントである染めの小道を新宿区も応援していきます。